どうも、J リーグ全スタジアムを巡る豊地由伸です。今日は京都サンガスタジアム by 京セラ来ました。もう後ろに見えるようにめちゃめちゃ綺麗です。前回京都は神戸に対して 1-0 だっけな、で勝って、で今神戸は2位で、で京都はやばい16位か7位ぐらいですよね。すいません、後でしっかり調べます。でこれはマジで負けられない試合なんで、京都は絶対に勝ってほしいっていうのと、僕自身はやっぱり原太一選手ね、めちゃめちゃ注目してるんで、彼の活躍に期待していきます。とりあえず今日は京都に遊びに来てた友達がいるので、その子と合流して2人で一緒に試合を見る形です。以前ね、 TikTok でも出たことのある酒ヤクザの川崎サポの友達なんで、ちょっと楽しくお酒飲みながらやっていきます。それでは会ってきます。本当だ、サッカーボールがあります。ウッディです。ウッディ、あー木ね。トイレも綺麗です。おー、なんかゲートもあります。すごい、グルメめっちゃあります。祭りやん、やばい。焼き鯖寿司めっちゃうまそう。はい、酒ヤクザのちょっと待って、これちょっとやばい、箸手でやったのやばい、印象悪い。大丈夫、それ何？これはセセリの塩焼きです。セセリの塩焼き、一品目いただきます。あんま食欲もない食べてるとこ映さない。うん、美味しい、うまっちです。うまそう。じゃあ今日酒ヤクザ一発目の乾杯です。おーす。かっこいいはい、一品目せせりの塩焼きです。いただきます。ネギもたくさん。うまっ、ベリーマッチです。本当にもうお祭りのようです。めちゃめちゃいい、いい天気ですね。バーハイボールジントニック専門店、早速酒ヤクザ2杯目並んでます。早いって。1杯目です。早すぎ。はい、木の実ジントニック、京都のジンらしい。うわ、なんかすごいね。おしゃです。いただきます。はいマジでうまい、マジでうまい、マジで全部飲める今いや、うまそう。しもうめっちゃ減ってんじゃん。そうだよ、飲める喋れてないしマジでおしゃれ、綺麗ですわ。京サンガスタジアム by 京セラ。うぅー、売り場ももう長蛇の列ができてます。最後尾もあそこにあるわ。めっちゃ人気ですね。スタグルもめっちゃあります。楽しそう。あーやば、マジで綺麗、すげえ。コンパクトだし、コンコースもいい感じだし、サンガカラーだし、背もたれも全部ついてるし、しっかりドリンクホルダーもありそうですね。うわーいい、最高やな。天気もバッチシです。すごい、コンコースもめっちゃ綺麗です。いいね、多目的トイレもしっかりあります。2階もおしゃれだな、めちゃめちゃいい。もう中のグルメもやっぱ新スタだけあってめちゃめちゃ綺麗ですね。ハンバーガーうまそう。開放感やばいサンガスタジアム、見てください、この紫と緑、紫えぐ、すごい、たくさんグッズがあります。かわいい、胸にワンポイントもいいっすね。めちゃめちゃいい、あぶねー、そう、
炙り和牛ユッケ丼です。はい、サングラスがめっちゃスタジアム映ってんの。そうです。そうです。定まりましたか？はい、定まりました。サンガ2点、神戸1点でサンガの勝ちです。誰？サンガは原太一選手、ラファエルエリアス選手の2点で、神戸はバモンセアンバートリッキーですね。はい。はい。ビール取ってください。はい。1400円になります。3杯目です。オープニングです。やべ。あ、ここよ。競争。2杯目。やばいっす、5杯目行ってます。ありがとうございます。5杯目行きます。マッチです。やっぱ大迫と武藤さん、ありがとうございます。大樹さんですね。あ、大樹さんでした。ごめんなさい、ご飯も失礼します。すいません。
立ち上がり2分、エリアス選手スーパーロングシュート、やばいわ。いやこの勢いでまずは同点いってほしいわ。2点目入りました。返した。やばい。えぐい。行こう。これはスーパーゴールすぎた。スーパーゴールで 2-2 です。はい、神戸。20分チャンス。やばい。大空にこの人だかりです。最高ですね。というわけで2対3でヴィッセル神戸の勝利となり、京都さんが負けてしまいました。いや後半の流れめちゃめちゃ最初良かったんですけどね、2点スーパーゴールで返してこのまんま勢いでいけばっていうところだったんですけど、残念ながら途中出場のパトリックにしっかりやられちゃいました、ね、無念です。この後鴨川行って酒ヤクザと酒飲んできます。また来てほしいスタジアムあればぜひ教えてください。ありがとうございました。